どうも、こんばんは、エヌムです。今回は、東京グール RE イコールトゥーイグジスト、西尾錦 RE バージョンを使って、こちらのキャラクターの魅力解説の方、今回はやっていきたいと思います。では、行きましょう。このキャラクターかなり使いやすいと僕は思ってるんですよね。まあ、かなり攻撃範囲が広いというか、まあ、今からちょっと見せていくんですけど、まずは通常攻撃、はい、3段階の蹴りですね。まあパイセンといえばやはり蹴りではないんでしょうか。で次にカグネの攻撃、ユニカクション1がですね、はい、尾角を大きく斜め上に、なぎ払うというか、なぎ上げるというか、払い上げるというか、あ、そんな感じですね。で次ユニカクション2がこんな感じでまた大きく尾角を出して目の前をクロスに切ります。かっこいいですね。パイセンのね、尾角ね、 R になってからマジかっこよくなったね。見て、このほら、なんて言うんだろうなちょっとツヤツヤして、中がこう、中の繊維というかさ、細胞がこう浮き出る模様が出るときあるじゃん。ほら今紫に、まあアニメの時にはあったんですけど、あれがねたまんなくかっけんだ。うん、で次射撃ですね。射撃というか輸入アクション3か、グルならは掴んで引き寄せてぐるぐるポイッと投げる。まあこれHP 多い敵とかだと掴んだままにしておくとですね、その間味方は、はい、攻撃し放題なんで、かなり、有効活用、マルチでね有効活用できるかなと思います。まあ、こんな感じで攻撃範囲が本当に広いんですよね。まあ火力は、うん、どうかあんまよくわかんないけど、体感あんまよくわかんないな。はいはいはいと、で打ち上げてその空中にいる敵をズバッて切ることもできるんですよ。これがまた楽しい。で必殺技見せていきたいですね。もうちょいあれだな、これ使うか。必殺技はこんな感じで2回、はい、ベイブレードみたいに回転すると表現がよろしくないか。かなり大きく回転して、360度全方位の敵を一気に吹き飛ばす。こんな感じで中ボスがいるとこうやって掴んであげてると味方が攻撃し放題なんですよ。ほらトウカちゃんが今、あ、どっか行っちゃったトウカちゃん俺が掴んでるんだから攻撃してくれよなまあこんな感じでね、まあ、お友達とマルチするときは日曜パイセン1人入れてあげて、掴んでやるといいかもしれませんね。はい、で追撃でとどめと、まあ、あっちも倒しに行くか。であとは覚醒を見せたいね。エトが降りてきたら覚醒してみようか。おそれまでは今使った技を使いつつ突破していこう。硬いな。最後スーパーアーマーが攻撃されてるにもかかわらずさ、こいつためを、やばい、あーみんな食らってるわ。はい、あらあら、月山が戦闘不能になっちまった。はいはいはい、でトントン追撃と。 OK、 そろそろエトかな。かっこいいでしょパイセンの、ほらほらほら、パイセンの壁ね、ね、マジかっこいいんですよ。 RE になってから、 RE になってからパイセンかっこよすぎる。はいはい、キックキックキックからの投げ払い。はいはいと、まあやっぱグールちょっと久しぶりに使うからスタミナ管理が あんまできてないんだけど、よいしょ、結構難しいですねやっぱグールは。もうすぐカグネ使いたがりなんでね、俺みたいなやつは何も考えずにとりあえずカグネをぶん回しまくるみたいな。はい、こいつの使いやすさはなんかもう他のキャラクターの中でもこの随一だと俺は思ってる。ちょ、やべえここやばすぎ、ちょっと待て、ここはやばすぎる。ちょ、覚醒を使いたいが、この後エトが、やばい、ちょっと待て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 、この後エトが出てくることを考えると今は、今使うの得策じゃないような気がする。ちょっと待て、うか、いや、やべえ、うかく部隊か、ちょ、ゆるこいつら仕事しすぎ、お前ら許せん、いででで、でちょっと待て、ちょっと待て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 、どっから撃ってきてんだ、ドイツだ、お前か。はいはい、空中にいるときにクロスに切ると、ちょっとグダったな今、マジやられかけだ。ほい、お、トウカちゃん必殺使ってる。ちょっと待て、エトまで持っていけねえ。はいはいはい、っとこの中ボスはさっさと片付けねえことには。はいはいはい、で投げ上げてクロスに切る。 OK、 かっこいいっしょ。で次切れてエトが降りてくるから俺はここで覚醒をする。さあ攻めようか、ちょっとゴリ押しになっちゃうかもしれない。はいはいはい、ちょっと待て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 、やばい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 、はいはい、
ほいほい、クロスに切って、よいしょ、はい、クロス、はい、クロス、クロ、やばい、ちょっと待て、あぶねー、はい、クロス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 、やばい、ゴリ押し合戦になってる、やばい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 、どっちが勝つ、いやー正面で打たれるとやはりさすがにはきついか。いや、とどめを刺したかったが刺せなかった。まあ、こんな感じで、ラストゴリ押しになってしまったんですが、今回はパイセンを使った、魅力解説の動画でした最後ちょっとあれだ、ダメだったな、ゴリゴリ押したのは。まあ、こんな感じでね、パイセン本当に、敵がいっぱい出てくるところ、まあ、すごいあるんですけど、そんなところで、カグネを使ってあげると、一気に敵を吹き飛ばすことができますよという、そういう魅力でした。はい、というわけで、お疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。